今朝のコメンテーター郵便学者内藤陽介さんです。内藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。このところ、はい、なんかひんやりしてますね。ですね。和服です今朝も、はいはい。中が羽織にですね、中が椿ですね、 青の椿、そうですね、青色の、これまたいいですね。寒の時期でございますので、はい、はい、なんとなくそういう感じで、寒椿のイメージ、寒椿のイメージですね、はい。着物ってのは比較的あったかいんでしたっけ。あったかいっちゃあったかい、あったかいのもありますし、涼しいのもありますけど、まあ今ね、それほどやっぱ本当にその寒い寒いとは言ったって、はい、昔に比べればやっぱりあったね。昔比べてあんまなんかね、年取ったみたいな言い方になっちゃったんですけど、だって、ね、変なし、まあ、水道管も違ってるんでしょうけど、昔水道管凍ったり、凍りましたよね。水道管が凍るまでいかなくて、もう霜柱が出たりってのあったのが、霜柱なんかもうほとんど見ないですよ、昔はもう当たり前のように連日見てたから。しかも子供の頃なんかあんなのこう、はい、ガジガジ踏んで歩くのがサクサクとかね、サクサク踏んで、それが昼頃になって溶けてきてぐちゃぐちゃなんて親に怒られたのであの苔が浮いてきたところにこう踏んだりなんか、苔を踏むんじゃないとかするなんかそれは苔だからダメだよ、ダメって踏んじゃダメって、いやそうでした。それが当たり前だったのが今見ませんものね。まあ、もちろんね、地域によっては当然終わりなんでしょうけど、はい、でそれでしかも僕結婚した当初は町田の方に住んでたんです、はい、一時、町田って言っても鶴川とかあっちの、はい、町田市 の端と川崎市の中間ぐらい、境目ぐらいと思います、はい、でそこに比べて今都心の方に移ってきたらですね、やっぱり向こうの 2,3 度寒いんですね。寒いですね。で、私自宅は八王子じゃないですか、5度違う時ありますからね。でしょうね、っていうのは、はい、車を外に止めておくと、はい、でその頃はやっぱり子供がちっちゃかったんで、時々朝とか、保育園なんか車で送っていく時に窓ガラスがやっぱりこう凍っちゃったんですよ、はい、だから準備してもらってる間にこっちはお湯を少し温めて、はい、でこう窓ガラスにかけて、でワイパーかけてやんないと、溶かしてね、でところが、その後東の方に来てからは、もう全くそういう心配なし、心配がないんで、やっぱこんだけ違うんだなってのは。確かにその2度とか3度ぐらいでね、でも違うんですね。それでもそんなに霜柱が派手に出てなかったよ、あ、はい、気がするんで、やっぱり子供の頃のって寒かったのか、あるいは他のね、もっとその地面の状態とかそういうのにもあるのかもしれないんですけど、はい、さて読売新聞からです。36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人など5つの罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判判決が昨日京都地裁でありました。求刑通り死刑が言い渡されました。最大の争点だった刑事責任能力について完全にあったと認め、増田裁判長は確実に大量殺人を行うという強固な殺意に基づく計画的で残虐非道な犯行、死刑を回避する余地はないと話しました。判決によりますと、青葉被告は2019年7月京都アニメーション第一スタジオにガソリンをまいて放火し36人を殺害、犠牲者数は平成以降の殺人事件で最悪となりました。青葉被告は後半で動機について、京都アニメーションに応募した小説が落選後に盗用されたと思い京アニに恨みを抱いたと説明、盗用や落選は、闇の人物が京都アニメーションに指示したとも述べてきました。弁護側は事実関係を争わず、被告が妄想の世界に翻弄され、犯行を思いとどまる力を失っていたと主張、心神喪失か心神耗弱の状態だったとして無罪か死刑の回避を求めていました。増田裁判長は起訴後に被告を精神鑑定した医師の意見を採用し、被告は妄想性障害だったと認定しました。しかし妄想は動機の形成に影響はしたものの、ガソリンを使った殺人、放火殺人という犯行手段にはほとんど影響がなく、被告の性格や考え方に基づいて自らの意思で選択したと指摘、善悪を判断し犯行を思いとどまる能力があり、犯行当時は心神喪失でも心神耗弱でもなかったと完全責任能力を認めました。
その上で遺族の処罰感情や事件の社会的影響、模倣犯罪が生じる恐れなどを踏まえて最も重い刑である極刑をもって望むほかない、このように述べました。まあ、こういう判決が出ましたが、内藤さん、これはどういうふうにお感じですか？いや、当然じゃないですか。まだ死刑の是非ということは議論はあるにしても、はい、あの一番重い刑というのは当たり前ですよね。だってあれですよ、その地下鉄サリン事件だって亡くなった方12人なんですよ。もうその一言で、はい、はい、そうですね。まあ、そして忘れてはいけないのは、いまだに苦しむ方も30人以上いらっしゃるんそうですよね。ですものね。ですからこれはもう完全にそれ以外の選択肢ないでしょうね。はい、で読売新聞によりますと、青葉被告は 93% のやけど、わずかに残った皮膚を培養して移植する手術12回受けて回復しました。遺族からは、被告は最高の医療で一命を取り留め、娘は治療を受けることなく亡くなった、矛盾を感じる、まあ、こういう声も聞かれたといいます。一方で、被告を生かしてくれた医師に感謝する、娘の命を奪われた原因を知ることができると、まあ、こう話す遺族もいたと言います。まあ、遺族の声というのも様々ではありますね。だから、まあ、感情的な面ではね、お気持ちの上では最初の方のね、はい、その生かしたのがっていうのは分かるんですけれども、はい、でもね、やっぱりこういうのはちゃんと裁かなきゃダメなんですよ。はい、っていうのはやっぱりね、これ本当その場で亡くなっちゃうと、一応こう罪人、こういう形されてたんですけど、罪人にならないで死んじゃうわけですよね。普通の人のまま死んじゃうわけですよ。有罪判決確定しないわけですから、はい、やっぱりこれは明らかに彼の責任であって、はい、でそれきちんとその国家の名においてですね、死刑なら死刑をして、ちゃんと死刑を執行するということをやらないと、結局この人のやり得になっちゃいますから、犯人の、はい、やっぱりそれはやっぱりきちんとですね、とにかく死刑を執行するまで絶対殺さないぞと、はい、ちゃんと国家の何を言って裁くということをやらないとダメですよ。はい、まあ、罪と向き合ってね、そうです、償うべきところは償わなきゃいけないし、あとやっぱりそれをやっぱり国の責任ってのは、やっぱり人々の生命、国民の生命財産を守ることですから、はい、それに対する脅威に対してはきちんと厳正に対処するっていうのが必要なんですよね。今内藤さんの話聞いて、やっぱり死に逃げさせちゃいけないっていう部分はありますね。逃げさせちゃいけないですよ。要はだって結局逃げるわけですから、それも絶対、はい、絶対に何が何でもこの人にはきちんと13階段登っていただかないと。はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 X、 旧ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時9分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻6時14分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。ニュースピックアップ、こちら。読売新聞、派閥脱金人事明記。自民党は臨時総務会で政治刷新本部による政治改革の中間取りまとめを決定しました。派閥について本来の政治集団に、政策集団に生まれ変わらなければならないと宣言して、お金と人事から完全に決別すると明記しています。刷新本部トップの本部長を務める岸田総理は総務会で、中間取りまとめを具体化する努力を続けないといけない、政治改革に終わりはない、厳しい道のりが続くと語りました。派閥の主な収入源である政治資金パーティーを禁止して、小売代、持ち代といった所属議員への手当の支給を廃止することを盛り込んだほか、派閥による閣僚などの人事への働きかけも禁じることを謳いました。しかし、派閥解消に否定的な麻生副総裁が会長を務める麻生派と、茂木幹事長が会長を務める茂木派に配慮して、派閥が政策集団として存続することは容認します。まあ、こういうことのようです。まあ、中間取りまとめということなんですが、内藤さん、これいかがでしょうか？ですね、この、まあ、自民党の過去の歴史を、まあ、いろいろつらつら思い返してみるとですね、派閥解消っていうこと自体が派閥構想なんですよ。
派閥解消が派閥構想、それがあの派閥構想の一つの大きなテーマなんですよ、はい。で、あの、まあ、派閥とは何かっていうんで、まあ、よく教科書的な説明だと、まあ、その派閥の長をですね、あの総理総裁にしたい人たちの集まりっていうふうなことを言ってるんですが、現実にまあいろんな派閥が大小があって、この人が総理になる目は現実ほとんどないよねっていうこともまああったりするわけじゃないですか、はい。まあ、いろいろ選挙区の事情だったり、いろんなその資金の問題だったりで、まあ、ある程度グループが分かれてるってことなんですが、ただそれとは別に自民党の本来本当の意味での派閥って2つしかないんですよ、はい。主流派とそれ以外なんです。はあ、主流派とそれ以外、はい。だからその主流派が一つのグループでできるということにならなくて、いくつか の, そのグループが集まって主流派を形成して、それ以外で、それ以外というのは主流派と敵対する反主流派なのか、主流派に入りたいんだけど仲間に入れてもらえない非主流派なのか、その差はあるにしても主流派とそれ以外なんですよ、はい。でだから、あのはっきり言って、その派閥というふうな政策手段にしようが何にしようが、結局その今の主流派というのは、まあ、岸田派がまあ解散したって言ってますから旧岸田派と言っておきますが、旧岸田派と麻生派と茂木派なんでしょ、はい。でこの主流派は維持するってことです。あ、この枠組み自体はだ、いわゆるその派閥と、政権で派閥と言われているものはじゃあ形式的に解消するかもしれないけれども、主流派は維持するという、それだけのことですよね、はい。と変わらないと。だから大きく見ればね、主流派とそれ以外、主流派それ以外と見方で見れば、それはあの何ら基本的には変わらない。むしろ、あの主流派でないところで一番大きなのが、大きなグループとして、いわゆるその、まあ、鍵かこつけといいますか、はい、一般的に言える派閥というんだと旧安倍派清和会が一番大きいですから、はい。そこをどうやってみんなで草刈り場になって分取っていくかという、そういう話ですよね。あ、はい、あ、それが、まあまあ、本質ですね、はい。まあ、今ねほら、あの金と人事、はい。まあ、これはこう除きましょうと言ったところでね、だって結局それは党の執行部が握るってことは主流派が握るってことなんですよ。そうなんですね。それはそうだ。だって誰かが、結局党の中では誰かが差配するってことは、ね、あのそういうことですから、はい。とこれ、まあ、国民なんかだと、まあ、そのあたり期待してる部分もあるんですけど、この金とか人事を撤廃する、うん。でも確かに組織からしてみれば誰かが長になるわけで、そうです。だからそのお金だってね、そうです、細かく分かれてるように見えるけれども、ざっくり言えば主流派とそれ以外、はい。でその主流派がちゃんと握るというだけの話ですから、それが、だから派閥を解消するっていうことになると、例えばその主流派以外の人たちのブレーキがかかんなくなるわけですから、より主流派の権力が強まる、はい。そういう意味で言うと、派閥本来の意味での派閥の力は強くなる、はい。そうか、本来のね、名前は変わるかもしれないけれども、本質的な意味での派閥の力は強くなります、はい。ってことは本質的にはあまり変わらないということですね。よりもっとあのもう強化される、強化され、あの、はい、強固になっていくと思いますね、そういうことなんですね、はい。続いてはこちら、読売新聞、能登半島地震、中小企業の復旧に15億円補助。政府は昨日、能登半島地震の被災者を支援する対策パッケージを決定しました。中小小規模事業者の施設の復旧に1事業者あたり最大15億円を補助します。輪島塗など伝統産業の事業の再開、こちらを後押し、北陸地方への旅行代金を補助し、観光需要を喚起することも盛り込んでいます。まあ、この北陸応援割と呼んでますが、1泊あたり2万円を上限として旅行代金の5割を割引くというようなことが言われてます。まあ、この能登半島地震の被災者を支援する対策パッケージですが、内藤さん、これはどうご覧になりますか。だからこれするなとは言わないんですが、これはこれで、まあ、まあいいでしょうと、はい、あの悪いとは言わないんですが、ただ中小小規模事業者の施設復旧に最大15億円補助するっていうのも、これまだから補助でも融資でもいいんですが、それよりもやっぱりこれは減税ですよ、はい。減税、減税で、それで特に、設備、あのせ、消耗品のですね、はい、消耗品とか設備のその経費計上ですね、はい、経費計上これ 100% 即時 100% 認めると、でこれはそのなんでこれが、この先例はあって、それこそ太陽光発電があんだけ広がったのはなぜかっていうと、それは 100% の経費計上認めたからでしょ、はい。同じように普及に関するのは経費計上 100% 認めるっていうだけで、設備投資ガンガン進みますから、はい。まあ、政府が本当に進めたいんであればそこですね。そこです、そこです。だからもちろん配るなと言ってるんじゃないんですけど、はい、配る前にまず取るなと、それが大事ですね、はい。時刻6時20分です。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。アメリカでは11月の大統領選挙の本選を前にですね、野党共和党の候補指名争いで圧倒的強さを示すトランプ前大統領が返り咲きを果たした際の政権の陣容がすでに取り沙汰されているといいます。中枢には忠実なトランプ派が大量に起用され、1期目で孤立主義を強く志向するトランプ氏へのブレーキ役を果たした共和党主流派の排除は必至と予想されています。野党共和党候補指名争い、トランプ前大統領が第2戦の東部ニューハンプシャー州予備選でも勝利して、党の候補指名に向けて前進しています。共和党の指名候補争いで圧倒的強さを示す77歳のトランプ前大統領ですが、内藤さん、トランプ氏に関してはどうご覧になりますか？トランプ個人と、はい、ドナルド・トランプという個人とトランプ政権別ですからね。あ、はい、トランプは頭に担いでますけど、前回の第一期政権というのは実質的にはこれ副大統領のペンスが全部、はい、実務的なことを仕切ってましたので、コントロールして、はい、ですから、大方針というような意味ではやっぱトランプの掲げるアメリカンファーストってのはこれ当然のことですから、はい、それは当然支持する人が多いのは当たり前で、あとやっぱりバイデンとの比較ですよね。はい、バイデンがあまりにもちょっとひどいの で、うん、これで少なくともトランプ、現状でいくと多分トランプが候補になって、そのまま勝つだろうと見られてるわけじゃないですか、はい、そうするとトランプとバイデンという大統領経験者の戦いってなると、トランプ時代の非常に極左だとか極右だとか両脇の非常に政治的なイデオロギーに強い人は別として、一般の生活としてどちらが良かったかと、はい、2016年から20年までと20年から21年から24年までっていうのが、もちろんコロナ禍というのがね入っちゃってるんで、それは割り引いて考えなきゃいけないとしても、印象としてやっぱりトランプ時代の方が良かったよねと、景気は良かったよねという、で雇用も良かったよねと、はい、で物価 もそこそこ上がってはいたけど、今みたいにその高騰しすぎるということもちょっとないよねということになってくると、どっちがマシだったかねってなると、それは印象としてはトランプの方がいいんじゃないですか、はい、トランプ時代の方が、はい、でそのトランプ氏が返り咲いた場合、1期目で孤立主義を強く志向するトランプ氏への、ブレーキ役を果たした、ペンス氏、共和党主流派の排除必至と予想されてます。ただ1期目人事では少なくとも当初はですね、共和党主流派とのバランスに配慮をしたとも言われてます。トランプ氏右傾化する白人労働者や、宗教保守層を主な支持基盤として、一方共和党の指名争い第2戦で敗れたヘイリー元国連大使、無党派層の6割以上の支持を吸収し、トップのトランプ氏は弱点を晒す結果となったというんですが、このあたりは内藤さんいかがですか？理想的に言えば、はい、トランプ大統領、ヘイリー副大統領というのは、いいわけですよ、はい、でヘイリーの戦略というのはトランプが弱いところを重点的に固めてきたということをやってるんですが、ただ今の状況だとそのトランプヘイリー使わないと言ってますし、黒人の確かティム・スコットだったと思いますけど、副大統領候補を立てるというようなことを言ってますんで、おそらくヘイリーを抜きでも勝てるというふうに踏んでるんでしょう。でそれでですね、確かにその苛立ちをあらわにしたと言ってますけれども、多分現状では安泰ですよね。でむしろちょっと報道なんかで、気になるのは、孤立主義を志向すると言ってますが、常識に戻るというだけですから、右傾化するというより、これも今までの左傾化しすぎたのが揺り戻しですからね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞から、36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人など5つの罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判の判決が昨日京都地裁であり、求刑通り死刑が言い渡されました。
最大の争点だった刑事責任能力について完全にあったと認め、増田裁判長は確実に大量殺人を行うという強固な殺意に基づく計画的で残虐非道な犯行、死刑を回避する余地はないとお話しました。この判決、内藤さん、改めてどういうふうにお感じでしょうか。死刑制度の是非ということは議論があるにしても、現実に死刑がある以上ですね、これは当然の判決でしょうね。しかもこの場合、冤罪の余地がない、ほぼ現行犯に近い方で逮捕されてるわけですし、本人も認めてる、でやっぱり先ほども申しましたが、オウムの地下鉄サリン事件でさえ、と言ったら変かもしれませんが、あの事件でも、実際に亡くなった方、殺害された方12名なんですよ、その3倍ですからね、もうこれ以外の判決はありえないと思いますよ。はい。青葉真司被告の主治医として治療に当たった上田隆弘医師は、毎日新聞の取材に対しこう話しています。被告を治療したら称賛されるとか非難されるとか、そういうことは考えていませんでした。被告が死んでしまったら裁判そのものが開かれない。遺族や被害者が法廷で被告に直接質問したり怒りをぶつけたりする機会がなくなってしまう。それで遺族や被害者の気が済むかとは済むとは思いませんが、その場すら存在しないのはやるせないことですと、こういうふうに語ったということですね。内藤さん、これはどういうふうに受け止めてらっしゃいますか。いや、だから私はこの質問を、毎日新聞の、すいません、紙面を読んでないんで、分からない、どういう質問したのか分かりませんが、私は冒頭のですね、被告を治療したら称賛されるとか非難されるとか、そういうことは考えていませんでした、その一言でいいと思います。だって医師というのは、これは理想論なのかもしれませんけど、どういう人であれ患者が来たらその人を治して治療して、社会に復帰させるというのがお仕事なわけですから、医師の治療ね、職業倫理に照らせば、それ以上でもそれ以下でもないと、私はその人がどういう人だか感知しませんというふうに言うのがお医者さんでしょ、本来、そうですね。ですからそこで裁判がどう思いますかと聞く方が私はナンセンスだと思いますが、粛々とこの先生はご自身の仕事をされたというだけのことだと思います、確かにこの先生はそういうところも言ってます。とにかく私の役割っていうのは命を救うことだと、その人がどうあれというね、ことは、それだけのことだと思います。逆にだからこれをそういうお医者さんというのはそういう仕事だということを分かった上で、それ言わせようという毎日新聞がちょっといやらしいですよね。さあ、それではここからはですね、内藤さんにこのテーマで話を聞きます。裏金問題、派閥解散がもたらす暗雲。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け、自民党執行部が安倍派幹部に対し政治的責任を明確にするため離党か議員辞職を決断するよう求めたことが明らかとなりました。自ら判断しない場合は党として厳重処分を科すことも検討しています。安倍派で事実上トップの座長を務めた塩谷元文科大臣や事務総長経験者の下村元文科大臣のほか、五人衆と呼ばれる高木前党国対委員長、西村前経済産業大臣、松野前官房長官、萩生田前党政調会長、世耕前党参議院幹事長の合わせて7人が念頭にあります。裏金事件をめぐって東京地検特捜部はパーティー収入およそ6億7000万円を収支報告書に記載しなかったとして安倍派会計責任者を政治資金規正法違反で在宅起訴しましたが、安倍派幹部7人についてはいずれも会計責任者との共謀が認められないとして立件を見送りました。しかし自民党執行部が安倍派幹部について自発的な離党や議員辞職を求めたということなんですが、内藤さん、このあたりはいかがですか。だからなんとなくこの問題ってのは次元の違う話がごっちゃにされていて分かりづらくなってると思うんですが、政治資金パーティーの裏金といいますか、報告書に記載しなかったと、この手続きのミス、悪意があったかどうか別にしてですよ、手続き上の問題ということはこれはこれで処分をすべきであって、それは粛々処分すればいいと、それと派閥というのはまたちょっと別の次元の話ですよね、だからそれはそれできちんとその処分をするということは当然だとは思うんですが、先ほど申した通り自民
党の派閥の本質は何かって基本的には主流派とそれ以外なんです、はい、でその時に例えば安倍派とか岸田派とかっていう看板がかかってるのは必ずしもその派閥が本当に機能しているかどうかっていう議論があるわけですね、でそもそも派閥よく教科書的には例えば派閥の長をその総理総裁にするための政策集団だというふうなことで言われするんですが、はい、ただ現実にはその少数の派閥なんかのその人が総理総裁になる意味はほぼないっていうところも存在してるわけじゃないですか、でそうするとじゃあその派閥とははっきり言って何かというと結局いざという時に一致団結して構造する集団なわけですよ、その長を中心に。でそれが例えばだからできないということになると名目上何とか派と言っててもそれは実際派閥として本当に機能してるかって話になるわけですね、で一番有名なのが過去の事例で有名なのが98年に小渕さんの総裁選の時でこの時実は小渕派から出てって梶山清六さんが立候補してるわけですよ、はい、でそれをですね各派閥が分裂してその押すという形で小渕派が小渕対梶山、はい、で森派が森対亀井加藤派が加藤河野みたいな、はい、で山崎派が山崎村上で分裂してるわけです。それぞれだね。で小渕さんを押した人が主流派になったわけで、はい、それ以外は非主流派なわけですよ、はい、非主流派もしくは反主流派なわけです、だからそういう意味で言うと何とか派という看板で必ずしもそれが一致しているという話に実は結構ならなかったりすると本当に強固な場合もありますがそうでない場合もあると、で特に現在その旧安倍派と言われている人たちですね。でこれ一致団結して行動できる体制かっていうとなってないわけですよ、はい、結局安倍さんがもう亡くなって1年以上経っても、うん、仮に形式的にしろ何にしろ会長さえ立てられない。そうですね、トップがね不在ですから、うん、でそうなってくると結局ここは一致団結する集団なければそんなもんはいろんなところから手を突っ込んでくるのは当たり前で、これ草刈り場になってくるのは当然ですよね、はい、でなおかつこの結局その派閥というものがなくならない一つの理由というのが、例えば派閥の長と言われている有力政治家という人たちはこの人たち極端なこと言うと自民党の公認外れたって当選できる可能性高い人なわけですよ、はい、で結局小選挙区制導入した時に結局公認権を党が持ってるんで派閥が有名無実化する、だから派閥は解消に向かうんだということがこれ教科書的な説明されたんですが、これ一つ決定的に見逃していることがあって、それは党に公認されないと受からないという前提があるんですよ、前提ですね、それがね。ところが、本当の有力者って別に公認されなくても受かっちゃうんですよ、はい、だそれは小泉さんの郵政解散の時だって、はい、資格立てられても受かった人はいましたね、いたわけですから、はい、でそういう人たちは別にその党のコントロール聞かないわけでしょ、はい、いざとなって、ということは例えばこの5人衆と言われている、この7人の人でですね、はい、まあ、弱い人もいますけれども基本的にはこのクラスというのは通っちゃうわけですよ、はあはあ、はい、で通ってまた戻ってくればいいわけですよ、はい、でそうなってくると実態以上にその厳罰というふうな言い方してますけれども、まあ、例えばこれ次公認外しちゃったって彼が無所属で当選したら今度は議会運営で、まあ、離党しようが何しようが、次の国会の時は戻ってくる、少なくともほとぼりで冷めれば自民党に戻ってくるってこと確実ですから、はい、だからそういう話ですよね、はい、まあ、でも今自民党その岸田総理は派閥を、まあ、岸田派は派閥を解散しましたけれども、まあ、このいくつもある派閥の中で例えば森山派、まあ、森山派も派もですね解散を全会一致で決定した、麻生派茂木派は派閥はこのまま、まあ、維持する方向だというふうに今のところ言われてますけどもね、バラバラですよね。だって政策集団これは、結局だって日本国憲法で結社の自由と認められてますから、はい、だから反政府的反社会的な活動しない限り、それはだってこれは政策集団で勉強会ですって言っちゃうできないですよね、はい、これですから、まあ、世間、まあ、野党も含めますけれども、まあ、今回こうやって、まあ、中間の取りまとめというものが、まあ、出ましたけれど、これはまだまだこの突っ込みどころありますもんね。というよりも、本当の意味での派閥を解消するというつもりはないし、まあ、無理ですから、はい、だから例えばいわゆる世間で言われている例えば何とか派と言われているグループを解消するということは当然あり得るとは思いますけれども、はい、それ仮にほっといたとしたって逆に今度はそこから出てった人たちが別のグループ作るわけですよ、はい、だから派閥を解消してじゃあ派閥解消に走るって今度派閥解消に走った人のグループが派閥化するわけですよね、はい、でやっぱりこれは例えば共産党とか公明党みたいに
特定のその主義主張があって、そこに人々が集まってきて、それでそのもとに一致団結するというんであれば、それは派閥というのはできないでしょうけれども、でも逆にそういう強固なあのイデオロギーな思想なりがあって、そこで集まるということは分裂もできないということで、そんなにコアな人って拡大できないわけですよ。はい、もともと自民党って自由党と民主党くっついて自由民主党ですけど、その前にそもそも戦後いろんな政党が、ちっちゃい政党があって、それが全部社会党が統一したんで、その左派に政権取らすわけはいかないって言って うぞうむぞすら悪いですけど、だーっと全部固まったわけでしょ。もともとがあの集合体みたいな政党ですから、これはそれはあのグループが分かれるのは当然で無理ですよ。金の透明化ってのはできるんですかね。でそれはそれでまた別の次元の話ですよね。はい、また別の次元になりますね。となるとその別の次元のところ、今結構ね、だから言われてます。騒ぐところごちゃになってるんですよ。はい、例えば金 の透明性というんであれば、それこそクレジットカード導入すればいいんでしょ。はい、そうなんですよね。政治資金については銀行振込とかね、いやもうクレジットカードに全部しちゃうと、指定のカードにしちゃって、でそれをそのカード明細を公開すると、はい、あそれだったら全部出てきますよね。そうそうで、そこで当然裏金で表に出せない金については、じゃあそれは普通 の政治資金とは別の形で処理してください、それだけのことじゃないですか。はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。読売新聞から、第二次世界大戦中に日本に渡った元女子勤労挺身隊員らが機械メーカー藤越を相手取り損害賠償を求めた訴訟3件の上告審で、韓国の最高裁昨日藤越の上告をいずれも棄却しました。賠償を命じた2審の高裁判決が確定し、敗訴が決まりました。藤越に対する判決の確定初めてです。で今回の判決で韓国の最高裁が審理した関連訴訟12件すべてで日本企業の敗訴が確定しました。ただ高裁や地裁では関連する訴訟の審理が行われていて、日本企業に賠償を命じる判断が今後も続く可能性がある、まあ、このように出ています。韓国政府傘下の財団が原告らに日本企業の賠償金の相当額を支払う、まあ、こういう方針ですけれども、内藤さん、一連の訴訟はどうご覧になりますか。まあ、いつもの通り言ったら変ですけれども、要するに韓国の最高裁の理解としては、1910年から45年まで の日本の朝鮮統治自体が無効だったので、っていうスタンスですよね。だけれどもその日韓基本条約にを基づいて日本の側は、いや45年の8月15日までこれ有効なんですよと、でそれで結局問題としてはその、まあ、請求権に応じてお払いしたことで全部チャラですよねと、あとは韓国側で処理してくださいというこの立場ですから、これは神派内のどうやってその折り合いつけるかというのが、韓国側が言ってる政府傘下の財団が賠償金を払いますというんだから、ああじゃあそうやってくださいと、粛々とやってください、それは我々私どもは知らないんで、も韓国政府の側で、適切に対処していただければよろしいんじゃないでしょうか、としか言いようがないですね。そうですね、現時点ではね。これただ心配なのが、まあ、今のこのユン政権だからこれでね、粛々と言ってる感じがしますけど、また政権変わるとこれがまたうわ大変だみたいになってくるんですかね。まあ、可能性ありますけれども、いや相手がどう出てこようと、いやこの問題については我々は、日本の態度と、もうとにかく、いやそれは申し訳ないとか、どうぞ余計なことは何も言わないで、いやもう解決済みで、韓国政府が財団でお払いになるんでしょ、そう聞いてますけれども、結構なことだと思いますが、このままこのままで、ね、それはもうあとはもう挨拶ですから、こんにちは、こんにちは、今日も寒いですねと同じレベルで、粛々と返していけばいいわけですよ。まあ、向こうは向こうの立場があるから言うでしょうけれども、それはほっときゃいいんです。まあ、何度こういうことが今後あろうとも同じ態度で接していくということですね。いや今日も寒いですねそういう感覚ですね。まあ、心の中ではまた来たかというところではある、まあ、これが国と国ですからね、挨拶って言ってもなんかこうやって新聞の記事になるくらいではありますが、
でこの今出た財団なんですけど、資金は企業などの自主的な寄付で、まあ、賄われていると言われておりますが、日韓協定に基づく経済協力で恩恵を受けた韓国の鉄鋼大手ポスコの寄付金40億ウォンといいます、4億4000万円が大部分を占め、賠償金の総額には及ばないと、というふうにも言われております。そうすると、まあ、この関係者によるとですね、新たに勝訴が確定すると原告らへの支払いには一定の時間がかかるため、財団が直ちに資金不足に陥る可能性は低い、ただ自主的な寄付だけでは資金が不足する恐れがあり、政権側は今後別の企業に寄付を促すと見られると。これは日本の立場ではなく向こうの中の問題ではあります。どうぞやってください、はい。でまあその、ね、範囲でお手伝いできることがあれば、はい、ということは黙っておいて、向こうからなんか言ったら、いやあくまでもその範囲でしかうちはお手伝いできませんけどと、はい、いうだけの話です、ね。まあ、それが外交ってものですよね、はい。はい、さてもう一つです。韓国与党の国民の力のペヒョンジン議員がソウル市内の路上で10代の少年に拳台の石で後頭部を殴られ、市内の病院に搬送されました。流血しましたが命に別状はないと言います。韓国では今月2日最大野党共に民主党のイ・ジェミョン代表が訪問先のプサンで男に刃物で首を切りつけられる襲撃事件が起きたばかりです。ペ議員を襲った少年は現場で拘束され、警察当局に自身の年齢は15歳と話しているといいます。現場の監視カメラの映像などでペ議員ですかと本人に確認した上で犯行に及び、およそ10秒間に15回殴打したことも分かっています。警察当局が動機を調べていますが、まあ、韓国こんな物騒なことがまあ起きてますね。本筋とは違うレベルでちょっとこれを興味持ったのは、石ですか、石なんですよ、拳台の石、はい、それ転がってるんですか、どうな、いや持ってきた、それわからないですね、持ってきたのか転がっていたのかね、そのあたりにあったのか、東京じゃちょっと難しいですね、入手が。そうですね、いつの時代だって感じがしますけど、はい。間もなく7時です。今朝のコメンテーター、郵便学者内藤陽介さんです。読売新聞です。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は昨日、月探査機スリムが月面に着陸している様子を鮮明に捉えた画像を初めて公表しました。今月20日未明、着陸直前にスリムから分離した小型ロボットのカメラがエンジンを上向きに逆立ちした機体の撮影に成功したといいます。撮影したのは JAXA や玩具メーカーのタカラトミーなどが開発した小型ロボットソラキュー、これ直径およそ8センチのものなんですが、このソラキュー球状から変形して両足の車輪で月面を走行し機体を取ったといいます。でこれまで推測の範囲だった機体の着陸姿勢が実写によって確認されました。まあ、逆立ち状態になっていたということなんですね。月探査機スリムが月面に着陸している様子を鮮明に捉えています。手元にも資料ありますが、これ内藤さんどうご覧になります？すっごいです、こんな綺麗に映るんですね。そうなんですね、綺麗ですね。だからこれ見ると、はい、またおかしな人たちが、いや実は月に行ってなかったんだとか、また来るか、絶対言い出しますよ。その、まあ、多分ムーの三上さんはこれがまた ご商売の種になるんでしょうけど、はい。いやだけどこの、ね、月探査機のこの大元のところを一歩ポーンと小型ロボットが出て、それも直径およそ8センチしかない、球状から変形して車輪で月面走行するものがソラキューってのはあるんですね。いやなんか、いやこれ多分すっごい高い、バカ高い値段するんだと思うんですけど、なんかちょっと欲しいですね。欲しいですよ。なんか いくらだろうとか聞きたいですか？多分絶対買えないと思いますけど僕の懐ぐらい で、 すよ、ね、でもなんかちょっとね、こう球場になってこれポンと飛び出して、コロ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 ピッ
とかなんか撮るとちゃんと写真撮るんですよ。なんか、ちょっと欲しいなって欲しいですよ。なんか名前もいいじゃないですか、チョロキューみたいな、そうそう、チョロキューじゃなくてソラキューっていうね。いやー、これお見事としか言いようがないです。まあちょっとこの逆立ちしちゃってる状態のものもあるんですが、いやでも綺麗ですね、本当にびっくりですよ、はい。で、月探査機スリム、今回の最大の目標が目的地への誤差100メートル以内のピンポイント着陸でした。データ解析の結果、着陸精度を評価する目的地の上空50メートルの時点で誤差10メートル以下だったことが確認されています。 JAXA の坂井プロジェクトマネージャー、昨日記者会見し、今まで誰もできなかった着陸に成功し、降りたいところに降りる技術を実証した、新しい扉を開いたと話しています。ピンポイント着陸は成功ということですね。いや、これもすごいですよ ね、はい。で、これ実はですね、もう少し細かい部分を読むとですね、実は2つのこの、まあ、あの噴射装置があって、それで安定させて降りるところが1個どうも故障しちゃったみたいな。だ、1つでやったから逆立ちしちゃったってだけで、あとこれも今出ましたが、10メートル以下の誤差だった、この時だから2つで行けば3、4メートルで行けたって言うんですよ。それが1つ故障しちゃったから、まあ、あの55メーターくらいになっちゃった。だって他の国これまでは1キロの誤差とか言ってんですよ、1キロの誤差の範囲で降りればいいやみたいな。それがもう100メートル10分の1ですよね。それももっと本当だったらピンポイント、まさにピンポイントに近かったっていうんでね、日本の技術はすごいなと。だからこういうこと言うと不謹慎かもしれないですけどね、いやピンポイントでこういう技術があればピンポイントでね、悪いところにこうなんかこう、いやビーンと、ものもね、という期待をしたいんですけど、まあ、そういうこと言うと怒る人いるんだろうな、きっと。で、今回ですね、この逆立ち状態になって、で本来だったらこれ西向きでしたかね、太陽のパネルが西向きで太陽を捉えることになってたのが、逆立ち状態になってしまったので、ただ太陽の向きが変わればですね、電源が復旧する可能性もあるということなんですね。これは電源復旧してもらいたいですよね。復旧するんじゃないんですか、なんか期待を込めて。いや、してほしいです、ですから太陽光が差さない西側を結果的には向いてしまったということなんですが、ただ太陽だって動きは変えますしね。だって月だって月、はい、そうです、動いてるわけですから。だからこれね、向く可能性十分ありますもんね、はい。でもこれ逆立ちっていうのは大したもんだな。逆立ちっていうからですけど、要は頭から突っ込んだってことですよね。そういうことです。そう言われりゃそうですね。だから他の新聞社は倒立って言ってるところもあるんですけどね。いやだから本来こう足からつくね、足というかつくはずだったんですけど、いや普通に考えたらドーンと打ったら、頭から作りますもんね。そういうことになりますか。だから、逆立ち状態で今いるっていうね、機械も大変だなみたいなね。おい、この向きなんて思ってんのかなみたいな。ダメだよこれじゃ、太陽パネルがうまく回んないよみたいなね。そういうことになってるのかもしれませんけど、はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、X、旧ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時7分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りします。時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは郵便学者の内藤陽介さんです。さて、ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、電機連合ベア1万3000円以上決議、1998年以降で最高。電機メーカーの労働組合で作る電機連合は、昨日の中央委員会で基本給を底上げするベースアップベアの統一要求を月額1万3000円以上とすることを決議しました。
そしてこの月額ですね、1万3000円ベアの要求は11年連続でして、2023年春闘で要求した月額7000円以上大きく上回り、比較できる1998年以降で最も高い要求額となりました。電気連合は600以上の電気メーカーの労働組合で構成し、組合員はですね、およそ58万人に上ります。電気連合が掲げる1万3000円以上は、基準とする月30万円程度の賃金から 4% の引き上げに相当します。連合の 3% 以上や上部団体にあたる金属労協の月額1万円以上を上回る水準です。他に定期昇給分として7000円も要求し、賃金改善を含む賃上げの要求額2万円以上としました。定期昇給分を含めた賃上げ率 6% 以上となります。基本給を底上げするベースアップの動きですが、内藤さん、これはどうお感じでしょうか。まあね、企業の場合収益上がらなければこれまずそもそも雇用が維持できないわけですから、はい、そう雇用維持した上でベースアップの動きはこれ大変結構なことだと思うんですね、ええ、ただまあこの問題に限らず常に申し上げていることですが、はい、98年以降で最高ってのがおかしいんですよ、はい、やっぱり経済成長してれば少なくともこの2年ぶりに最高値とかね、3年ぶりにぐらいならいいですけども、はい、98年から全然上げ幅も上がってなかった、それだけ経済が停滞してきたわけで、それはやっぱり政治の責任ですよ、はい、でもう一つはベースアップしても、はい、結局累進課税で、あるいはその社会保障費の負担が重くて可処分所得が思ったように増えなければ意味がないわけで、それをやっぱりですね、実感できるような形でやっぱり減税といいますか、まあ税という名前がついてないようにしてもですよ、可処分所得をちゃんと増やすような形に誘導しないと、はい、で今98年、もう政治の責任とまさにおっしゃる通りでして、例えば今これ、読売新聞の記事を見ますと、2014年、これがですね4000円以上、まあ、政府が賃上げを求める官製春闘、これが始まった年と言われてますが、4000円以上、15年6000円以上、そして16年から20年が3000円以上と、そして21年が2000円以上、22年3000円以上、23年が7000円以上、24年1万3000円以上と、まあ、こういうふうになってると。だからその官製春闘はね、はい、安倍さんが主導で言ったんですけど、その時だから民主党とか本来そのリベラルと言われた人何やさかという話ですよ、はい、本来は彼らが労働者の味方だったらそれ言わなきゃいかんの、結局何もしなかったわけでしょ、ろくなことを。連合なんですからね、バックアップがね、だから何もしなかったってことですね、結果的には。でしょ、はい、いや、その責任はやっぱり問われて叱るべきだと思いますよ、これとは別にね、はい、で経団連の集計によりますと、去年の春闘の賃上げ率 3.99% で31年ぶりの高い水準となりました。今年の春闘、去年を上回る賃上げを、実現できるか最大の焦点だといいます。去年を上回る賃上げ、実現できるのかどうか、この去年を上回る賃上げを実現するためにはじゃあどうすればいいのかということになりますね、これはね。ですから、はい、企業の側はやっぱりその人件費の負担って増えてるにもかかわらず手取りが増えないということになるわけですから、はい、とにかく少なくとも岸田さんいつまでやるか分かりませんけれども、自分の任期中は絶対に増税とか負担増につながることはしないと、森林税は入れちゃいましたけども、だから安心して設備投資をしてください、人を雇ってください、賃上げしてくださいという、その環境を作んなきゃ、明言しないとね、あとはやっぱりとにかく取ってまくんじゃなくて最初から取らないと、はい、でね、能登半島 その石川県とか北陸の復興のためにも減税をやると、はい、で経費参入 100% もやると、はい、だからどんどん金使ってくれと、あとそれからそれをやれば、人が足りなくなってですね、ちゃんと人が足りなくなれば当然、やりがい詐欺みたいなことやらない、ちゃんと出すべきものは出すようになりますから、はい、で賃金も上がってきてというね、いい循環になっていくということですね。今までちょっとでも景気が良くなるとすぐ冷ますようなことやるから、もうそれやっちゃダメ、はい、もうこれ過去に2度日銀なんかもやってますしね。で消費税上げたってそうじゃないですか、はい、そうですね、そうだ、冷ますことは政府もやってるわけで、そう、はい、だって、この消費税もかなりこの、かなりというかかなりダメージを受けましたもんね。ものすごいダメージありましたからね、だからやっぱり
少なくともその上げる局面があってもいいんですけど、はい、上げる局面じゃない時期に上げて経済非常にその冷やしたわけですから、はい、やっぱりその辺ちゃんとね、もうちょっと減税なり規制緩和なりちゃんとしていただかないとということですよね、はい、最後は、続いてはこちら、産経新聞、財界訪中団が李強首相と会談、反スパイ法に懸念表明。日本と中国の経済協会経団連日本商工会議所のトップが率いる財界合同訪中団が昨日中国の李強首相と北京市で会談しました。財界合同訪中団、日本企業の事業の環境改善などを求める提言書を提示して反スパイ法に対する懸念を示したほか、日本人への短期滞在のビザ、査証免除措置の再開などを求めました。提言書では反スパイ法について透明性を欠いた法の執行がもたらす負の影響により日本国民の多くが不信と不安を抱いているとして、丁寧な説明と明確な情報提供、透明性の高い運用を通し懸念や不安感の払拭に努めることを強く求めたいと表明しました。去年7月にはスパイ行為の定義を拡大した改正反スパイ法が施行され、日本など海外企業が安全への懸念を増しています。また中国政府はコロナ禍を受け日本に対する短期滞在のビザの免除措置を停止していますが、提言書はビザの取得手続きが煩雑であると指摘、反スパイ法などへの懸念と重なり渡航に躊躇する例も見受けられるとしてビザ免除措置の再開を求めました。中国の反スパイ法に対する懸念を示した提言書ですが、内藤さん、これはどうご覧になりますか？これは当然で、はい、結構深刻な問題で、やっぱり中国大陸に行くということを、やっぱりみんな結構二の足踏んでますよね。そうですね、でただその行かないで済めば、もちろんね、娯楽とか観光で行くのはこれはもう個人の自由なんで、それはやめるということは可能なんですが、はい、結局よくも悪くも中国ってそれなりの その存在感のある国ですから、国際会議なんか やっちゃうわけですよ、はい、例えば私どもの その業界 その切手関係でいうと、はい、今年は11月の末から12月にかけて世界アジア切手展っていうのが中国で開催されちゃうんです、されるんですね、はい、で当然それに審査員なんかで日本人なんかも、行かざるを得ないということもあるのと、それからちょっと厄介なのは、実はそういう世界 その国際フィラテリー連盟、有志連盟という形で世界の切手収集家 その、総会みたいなのがあって、これ2年に1回いろいろ役員人事なんかもやるんですけれども、はい、これがですね、本当は今年夏に韓国で開催されるはずだったのが、韓国の展覧会が予算が通らなくて延期になっちゃったんで、はい、役員改選があるんで2年に1回やっぱやんなきゃいけないと、はい、そうすると中国がそれ引き取ってやりますって言ったんですよ、はい、そうすると中国が言ったやりますよ、その上海で展覧会をやるんで、はい、その時ついでに皆さんどうぞって、はい、引き受けちゃったんです、引き受けちゃったんですって言ったら言い方変ですけど、そうすると結局その世界各国のそういう切手関係の人間が上海に集まらざるを得ないんですよ、でその時に例えば、実際にね、現実問題としておそらく行って、普通に何もしないで帰ってくれば無事に帰ってこれるとは思いますが、今中国なんか行ったら危なくてしょうがないよねと、はい、いうふうなことみんな懸念してますから、やっぱり二の足踏んじゃってるわけですよ、で例えばこの我々の感覚で言うと、その機密にあたるものがこう何だかわからないと、はい、例えば写真の撮影禁止区域だったらそれをきちんと明示するとか、はい、そのガイドラインを、例えばですよ、彼らの反スパイ法がいいかどうか別にして、実際に行かなきゃいけない人間にこれをやって、この範囲で動いている限りは絶対に使いませんよ、大丈夫ですよということをきちんと周知徹底しないと怖くっていけないですよね、内藤さんおっしゃる通りでね、何をしたら捕まるのかが分からないんですから、例えば機密っていうのはいいんですよ、いやそれ当然あるでしょう、はい、でも例えばこれはその取らないでくださいとかっていう、少なくとも観光客だったりビジネスマンが行くところは、はい、ある程度フリーにして大丈夫だというふうなことを保証しないと、怖くてですね、はい、行かれないです、そもそもビザがあるってことはビザが降りない可能性ありますからね、僕なんか逆に捕まったらですね、1年2年でぐらいだったら獄中期帰って帰ってきたらそれで儲けてやるんだということをですね、もう何年捕まるかわからないんですから、これそんなことを言ってるんで多分、いやこいつのその商売をさせるもんかとって、むしろ捕まらないんじゃないかぐらいに踏んでるんですが、それは冗談半分ですけれども、はいはい、ただどっちにしろですね、何が起こるかわからないというのは不安ですから、はい、
いやいいんですよ、中国がもう自分たちはそのもう鎖国をすると、はい、外国人なんか入れないということあればそれはいいんだけれども、うん、そうでないんだったらでもそういう大会ねうちでやりますよなって言っときながら、それに限らず例えばいろんな海外の企業投資だとかなんとかって言ってるわけでしょ、はい、だったらそれルールはちゃんとしないと、もともとルールがないようなあってないような国とは言ったってそれは彼らの中では通用するかもしれないけど我々には通用しませんよ、うん、そうですね。でもそうなること分かりきってて反スパイ法なんていうのを作ってね、だって来なくなるじゃないですか。いやだからいや結局国内の締め付けの方が重視されるから。なるほど、国内なんですね。いや基本的にやっぱり法律って基本的には国内をまず優先的に考えますから、でやっぱりこの監視点はすごくって、これは2019年の展覧会行った時も、こちらが名乗らないのに、もうイミグレーションのところで、あ切ってての方ですねってちゃんとお迎えが来る、チェックされてるんですね。要するにも多分カメラかなんか、はい、例えばもともと写真なんか ID カード写真出してますから、なんで僕らはその飽きてての方です、ね、まあ分かんないですよ、いかにもオタク風な感じで、オタク臭がプンプン漂ってたんで、まあ、これも推測の域出ませんが顔認識装置がついててね、そうでこの顔で、すよ、この人は内藤さん、あ郵便学者、ね、でこの人は例えばなんていう、はい、あらまあ監視社会ですね。だからそういう国ですから、はい、ちょっとだからね、何か、まあ、こっちもその彼らを刺激するようなことはしないようにしますが、はい、滞在中はね、でもだけどその刺激しないつもりでいてもっていうことがあるからね、習慣の違いとかありますからね、それで何かねことがあったら大変、そういう恐怖感をみんな持ってるということは、その恐怖感っていうのは、はい、実は結構これ半端じゃなく日本人みんな持ってるということは伝えた方がいいと思いますよ。そうですね、いやそれでもうるさいって言うなら、まあ、ああいう国ですから、はい、じゃあこっちはこっちで自衛しなきゃいけないという大変な話ですよね、はい、で今回のこの財界合同訪中団の提言書、東京電力福島第一原発処理水の海洋放出をめぐり、中国政府が日本産水産物の全面的な輸入停止措置を打ち出すことなどにより中国の日本の中国に対する感情が過去最低レベルまで落ち込んでいると指摘、負の感情は経済交流にも大きく影響し日本企業の投資を控える風潮を生じている、まあ、このように訴えたと言われています。はい、続いてはこちら、日経新聞、スウェーデンの NATO 加盟容認、ハンガリーのオルバン首相はアメリカとヨーロッパの軍事同盟である NATO 北大西洋条約機構へのスウェーデンの新規加盟を容認する考えを表明しました。NATO 拡大には既存の全加盟国の承認が必要で、最後まで慎重だったオルバン首相、ハンガリーですね、の動向が注目されていました。オルバン首相は SNS に、ハンガリー政府はスウェーデンの NATO 加盟を支持すると突如発表して、議会に速やかに承認手続きを終えるよう求める考えも示しました。ハンガリー議会は来月中旬ごろ招集され、2月中にも承認に至る可能性があります。23日にトルコ議会がスウェーデンの加盟を承認して、ハンガリーが未承認の最後の国になっていたわけですが、スウェーデンが32カ国目として NATO に加わるというのが、まあ、これで事実上決まったと言われます。これはどうでしょう、内藤さん。だからやっぱりそれだけウクライナの情勢厳しいということですよね。はあ、トルコの場合は、これはあくまでトルコ側の主張ですけれども、スウェーデンというのはやっぱりトルコ国籍の移民を受け入れたときにかなりクルド人を入れたんですよ、はい、でそのクルド人の拠点になっていて、クルド語の教育なんかもこれは公教育で認めちゃった関係で、そこでトルコの反政府勢力なんかもかなりスウェーデンの拠点に活動していて、中にはテロリストと、はい、トルコ側からテロリストと認定されている人もいて、彼らの引き渡しなんかもあったんで、トルコがやっぱり認めないというのはそれなりに利があることだったんですよね、はい、でそれがそのトルコでさえ認めたとなると、ちょっとハンガリーもこれ意地を張りづらくなってると。で、はい、なんで認めたかっていうと、やっぱりウクライナの情勢は相当厳しいわけですよ、で支援疲れとかなんとか言ったって、やっぱりロシアをねこれ勝たせるわけにはいかないんですよね、どうしたって、はい、やっぱりそんなことを認めちゃったらこれ国際秩序そもそも破壊されちゃいますから、そうするとロシアは何としてもこれ勝たせるわけにいかないとなると、ウクライナをやっぱりある程度バックアップはしなきゃいけないよねと、でところが現状どうなってるかっていうと、結局ロシアがウクライナの東部を占領しちゃって、ある程度防御を固めちゃったわけじゃないですか、はい、でそうすると例えば攻撃をする側っていうのは防御の3倍兵力がいるって、まあ、一般に言われますよね、そうすると
今まで去年の真ん中ぐらいまではウクライナっていうのはロシアから攻められてウクライナが守る側だったんですけど、今度はウクライナが攻める側になっちゃったわけですよ、はい、まあ、奪還ではあったといっても、ね、要するに攻守ということで言えば攻める側になっちゃう、はい、そうするとあのウクライナがやっぱりロシアの3倍ロシアの守備隊の3倍動員できるか、はい、ってなると、そうしないとこれロシアが既成事実化しちゃいますから、これやっぱりバックアップしなきゃいかないよねと、ロシア勝たせることだけは絶対にこれ避けないといけないというのは、これは西側の一致した見方なので、まあ、ウクライナ妥協するに要求するにしてもですよ、はい、少なくともロシアは勝たせちゃいけないと、いうことになってくると、そうするとですね、やっぱりこれ NATO にこれ入れざるを得ないよねと、はい、そしてもうオルバンも折れざるを得ないよね、ハンガリーもね、少なくともトルコでさえ折れたのになるじゃないですか、はい、で32カ国目、まあ、来月にもということなんですね、はい、NATO に、はい、続いてはこちら、朝日新聞、ガザ南部国連施設に攻撃、イスラエル軍が包囲しているパレスチナ自治区ガザの南部で住民の避難場所として使われていた国連パレスチナ難民救済事業機関の施設が攻撃され12人が死亡75人が負傷しました。イスラエル軍は自軍の攻撃だと認めていませんが、ガザ地区南部での攻撃を激化させていて市民の犠牲がさらに増える恐れが高まっています。国連パレスチナ難民救済事業機関の事務局はまたしても戦争の基本的なルールに対するあからさまな無視だと攻撃を非難しています。アメリカバイデン大統領もイスラエルは市民保護の責任があると言及しました。国連施設への攻撃、これは内藤さんどうでしょう。だまあ一義的にはそれはイスラエル攻められるべきですよね、はい、ただこれもその確認しておかなきゃいけないのは、この国連施設と称して例えば以前はシファ病院でしたか、はい、あそこの病院のところが病院ではあるけれども、やっぱハマス側が拠点として結果的に利用していた痕跡が強いと可能性が強いというようなことになったわけでしょ。だからそうするとその国連施設の側も一応これ本当に中立なんですと、はい、いうことはやっぱりこうやられないためにはやっぱり示す必要はあるでしょうね。だからもちろんそれだからやっていってんじゃないですよ、はい、だけど国連の側もあるいは国連なりこういうその中立的な組織の側も、いや自分たちはその本当に中立ですということを言って、例えばですよ、はい、ここにそのイスラエル の, その,、まあ、警備隊を、はい、駐留してもらうと入れて、はい、でそれで例えばじゃあハマスじゃなくてもパレスチナ自治政府側 の, 人間も両方がやっぱり警備でその入って中立ですというふうなことを示すとかですね、はい、そういうやり方はできるわけじゃないですか、だからイスラエルにしてみればもうとにかくもう今頭に血が上っちゃってるし、かなり無茶なことをやってることは事実で、それはせっかくその最初のね被害者ポジションをなんか捨てて加害者になっちゃったようなところあるとは言ったって、こうなってくると流れ玉飛んできますから、国連側でやっぱりこれちゃんとやっぱり自衛するというかその措置を取る必要はやっぱり僕はあると思いますよ、それは理不尽かもしれないけれども、だってそうしないとやられちゃうんだから、うん、そうですね、だって相手が冷静じゃないとするならばね、そうだからこっちは本当にその中立なんですということをやっぱり示さないと、でそれが示せないとなるとそれでもまた問題ですよねという、はい、時刻7時32分です。時刻7時34分です。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。第一生命保険はさらっと一句私の川柳コンクールの入選作100句を発表しました。 GPT 子供はチャット我ガンマ、GPT 子供はチャット我ガンマ、チャット GPT に代表される AI 生成人工知能が目覚ましい発達遂げていますが、大人が浮かべるのは、特に男性ですね、肝機能の指標のガンマ GTP だったという、こういう一句がある。内藤さんいかがですか。内藤さんガンマ GTP 大丈夫ですか。ダメです笑い事じゃない私もいつも気をつけてますよ、やっぱりこれはどう、お酒も飲むしね、いやもうだから私が死んだら、フォアグラとして使って、お通夜の席でみんなで私のフォアグラをいただくって
つまんでくださいって、まあ、まあでもこの今はね、GPT ですからね、我々は GTP なんですけどもね、まあその他にもいろいろありまして、部長よりチャット AI 頼る部下とかですね、謝罪文悩んだ挙句 GPT とか、まあ、これはですからこのチャット GPT に頼んで、まあ、無難なというか、そういう文章をこう作ってもらおうっていう、こういう気持ちがにじみ出てるわけですね。これ悩んだ挙句 GTP で、いやもう悩んでもしょうがない、飲みに誘うかって。そっちですか。飲みに行って水に流してもらおう。謝罪文悩んだ挙句 GTP GPT じゃなくて GTP の方で飲んじゃうかみたいな。もう飲んで、すいません、ちょっと今日俺のおごりなんでこれでお願いしますっていう感じですか。昭和ですね。あ、いや昭和といえばね、あの麻生さんに、解散、あのね、岸田総理が、岸田派解散しますって言った後、俺聞いてねえよって言われてその後なんかね、どこかでこのお食事で日本酒かなんか組み交わしたなんていう、まさにその心境だったのかななんて思いながら、昇給が物価高には追いつかずっていうのもありますね。あと大幅な卵の値上げえぐいなっていうね、このあたりちょっと欠けてるという、もやしまで裏切り出した物価高。そう、もやしも上がったんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ、まあ、物価の優等生、卵とかもやしとかね、いろいろありますけど、その中で確かにもやしも、あ、ちょっと高くなったなっていうところありますね。あとは我が家でもあれで通じる老い2人、あ、これ阪神岡田監督のあれですね。いやでも通じないと、いや通じると、これ相当あの幸せなお二人だと思いますよ。まあでもね、普通ちょっとあれどうした、あでその後にこう補足するみたいな時っていうのはありますけど、いや補足しないと、補足しないとダメですね。いや、そう、一般的にはわからない、それは、そう、分かんない、自分しかわからない、どっちが言ったってあれだけじゃ、でこれ家族で言うと気分悪くするし、向こうがね、あれじゃわからないわよみたいな、こういう感じになると、あ、ごめんなさいっていう、業界のあれを目指出せと我が上司、まあ、こういうのもありますね。物忘れ、あれは忘れぬ阪神ファン。でもあれってなんか、いやすいません、僕は阪神にね、それほど思い入れがないせいかもしれないんですけど、阪神であれってあんまり連想しないですけどね。お、あれって言うとちょっと、そのエッチな方が、あれか、ね、あれって言ってさ、今年の、今年ってかね、スローガンがそうだったってことですけど、普通はね、はい、そういうニュアンスじゃないですか。いや、そりゃそうなんですけど、いろいろ阪神でねあれがあったんですよ、はい。時刻7時38分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターは郵便学者内藤陽介さんです。産経新聞から、立憲民主党泉代表を支える党内グループ新政権研究会が政治資金規正法上の政治団体登録を解消する方向で調整していることが昨日分かりました。パーティー収入不記載事件を受けて自民党の派閥が政治団体の解消に踏み切る中、今日召集の通常国会で政治と金を追及する野党第一党として判断を迫られていたといいます。新政権研究会、代表選挙などで泉代表をサポートしてきました。政治団体に登録した方が収支報告書などで政治資金の流れがオープンになるという期待があったといいます。泉代表、代表に就任した後の2021年12月、中立性を考慮して新政権研究会の会長を外れることを決めましたが、メンバーとしては残り政策勉強会や懇親会などに参加していました。パーティー収入不記載事件で自民党の派閥政治に批判が集まり、岸田総理は自らが率いていた岸田派の解消を決めました。安倍派、二階派、森山派も同様の判断を下しました。来週月曜日29日には衆参両院で政治と金を扱う予算委員会が予定されていて、追及する側として政治団体登録を解消すべきという声
声が新政権研究会の中で強まっていたといいます。立憲民主党党内のグループを解散する動きが出始めているようですが、内藤さん、これどうご覧になりますか？ずれてますよね、はい、だから政治団体にした方が収支報告書を公表するんで資金の流れをオープンにするってしたんでしょ、はい、だったら我々は政治団体にしてました、派閥を団体化してましたんで、ちゃんとやってますよっていう言い方をすればいいだけじゃないですか、ね、はい、それがじゃあできてないんですかって話ですよね、はい、解散。だからちゃんとやってるんだったらちゃんと粛々と本来の目的に関わった活動をやってオープンになりましたと、だからグループじゃなくて民主党自体解散した方がいいよそこに行っちゃうんですか。でもね、今回今内藤さんご指摘の通り、いやその筋で言っちゃうと今回派閥があるからなんか悪いことしたみたいな、だから派閥自体が悪いという話ではないんで、その派閥の是非についての議論あるにしても問題になってるのは不記載の方ですからね、はいはい、そうですよね。なのにグループまでここでなんで立憲民主党が解散するのかっていうのは、いやだからむしろ逆にそれを、それを追及した方がいいじゃないですか、はい、資金のあるちゃんとしなさいよと、グループ関係ないでしょっていう追及の仕方っていいわけですよ、そっちの方がいいと思うんですけど、ね、でうちはちゃんとしてますよって言えばいいのに、はい、なんかやっぱ、これだと思うツボじゃないですけど派閥じゃ解散、いやだからバッカだよな、ね、いやそうなんですよ、派閥があるから裏金作ったみたいな感じにこれだと言ってしまうような気がするんですよね。そうじゃないぞというところなんですかね、民主党自体解散した方がいいよね、そこ言っちゃいますね、でまともな人が自民となり何なり別に移りゃいいんですよ、国民民主なりに、はい、はい、内藤さん今朝もありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また来週です。今日もいい一日になりますように。